皆さんこんにちは。グレイスカウンセリング心理カウンセラーの金尾美穂です。いかがお過ごしでしたか？アダルトチルドレンなど問題の多い機能不全の家族で育った人は、他の人といるだけで緊張してしまったり、自然体の自分で関わることに難しさを覚えるなど、人間関係の問題を抱えてしまうことが多いようです。機能不全の家族には密室のような風通しの悪さがあって、外ではこのことは絶対話しちゃダメよという家族だけの秘密を持っていることがよくあります。だから家庭内で大きな問題が起こっていても、外からは見えづらいんです。逆に言うなら、あっけらかんとした風通しのいい家庭であれば、どんな問題でも深刻化することはほとんどないんです。 A 子さんはアルコール依存症の家庭で育ちました。父の飲酒が原因で夫婦喧嘩になることがたびたびあって、隣の部屋から聞こえる怒鳴り声や激しく言い争う声に、子供だった A 子さんは頭が真っ白くなって不安で震えていたといいます。それでも普段はそのことには触れてはいけないという雰囲気があったんです。ある時酔ったお父さんが A 子さんを人質のように抱きかかえて刃物を振りかざしたことがありました。殺されるという恐怖を A 子さんが感じたにもかかわらず、騒動が収まると父親は A 子さんに目もくれずに出て行ってしまいました。母親も、お父さんは疲れてるだけだから、このことは絶対に誰にも喋っちゃダメよと念だけをして、そのままお皿を洗い始めたそうです。本当はそのことを話したいのに、お母さんはどこかピリピリしていて何も言うことができなかったと言います。殺されるかもしれないという人間として当たり前の恐怖心ですら、この家の中では口にすることが許されなかったんです。 A 子さんの恐怖や不安は確かにそこにあるのに、まるでそれは存在しなくてどうでもいいもののように扱われてきたんです。A 子さんにとって自分の不安を鎮める唯一の方法は、これくらい私は大丈夫、こんなこと何でもないと自分に言い聞かせることだけだったんです。問題の多い家庭で育った子供は自分の感情を鈍麻させます。すべてのことを感じていてはとても生きていくことができないからです。でも、はち切れそうな不安を長期間抑え込めば、本当に感情が凍りついてしまって、不安や恐怖だけではなくて、楽しい、嬉しいというポジティブな感情も一緒に凍りついてしまうんです。場合によっては感情だけではなくて、感情と結びついた記憶も一緒に抜け落ちてしまったり、またそれを体験したのが、まるで他人だったかのような離人感を覚えることもあります。機能不全の家庭で育った人が大人になった時に、能面のようで表情が乏しいと言われたり、悲しい場面を見ても涙が全然出なかったりするのは、長い間感情を凍りつかせてきたせいなんです。自分が不安でいっぱいの時に、一番分かってほしい、守ってほしい親にすら無視される、こんな家庭に育てば誰かを信頼することも、自分に価値があると信じることも難しくなるのは当然ですよね。機能不全の家族では、親は自分の悩みやストレスで手一杯で、子どもの気持ちを受け止める余裕がなかったり、そもそも無関心だったりします。本当は不安でいっぱいなのに、こんなことなんでもないと
自分に偽り続けることしかできなかった結果、そう感じる自分の感覚すら信頼できなくなってしまうんです。困った時に助けてもらった経験がないから、大人になっても人に助けを求めることが難しくて、人を信頼できなくて、人間関係などで問題が起きやすくなるんです。もし今皆さんが問題を抱えている中、子育てをしなくてはいけないとしたら、一体どうすればいいんでしょう。どうしたらその中で子どもの心を守れるんでしょうか。どんな家庭であっても夫婦喧嘩は起こります。たとえ激しい夫婦喧嘩が起こったとしても、その後子どもに、怖かったでしょう、ごめんね、でも心配しなくて大丈夫だよと言って話を聞いてあげることができれば、子どもは自分の気持ちを伝えて安心感を取り戻すことができます。そして喧嘩をしていた親が仲直りする姿を見ることができるとしたら、喧嘩をしてもそれで世の中が終わるわけじゃないと学ぶこともできます。また子どもが家の秘密を誰かに話してしまったとしても、どうぞ叱らないであげてください。あなたが悩んでいることを分かれば、むしろ周りには助けてあげたいと考えて手を差し伸べてくれる人も現れやすくなります。さあ、今日の話、皆さんはどう思いましたか。悩みはあなたとあなたの家族がもっともっと幸せになるための贈り物。大丈夫、あなたにもできます。では。